どうもポンシラです。今日はいつも通り平凡に入れてたんですけど、そしたらランク63のテロリストとマッチングしたんで、ちょっと解説っていうか声後取りで実況してきます。でここは最速取れたんで普通にアーツをつなげていって、ベジットでアーツを補充してどんどん弾を集めていくって感じですね。でこの後相手見ててください。前出しからのメインで時止め、もうこの時バドスの息臭すぎたんですけど、なんとかキラメで回避をずらして最速が取れました。でここはウルカイの待機が回ってなかったんで予約でアーツを打って、ここでキャラチェンしてくるかなって思ったんで外しました。で外したおかげでアーツがもう1枚引けて、ここで弾が溜まったんですけど落ちないと思ったんで、まずライジングを打たずにベジータかウルカイに直当て狙ってますね。でここよく聞いててください。ベジータくんとゴジブルくんが 1,2,3 秒見つめ合って、ベジータくんがゴジブルくんに声をしました。ベジータくんはゴジブルくんともっと近くにいたくて近づいてきましたが、そのベジータくんの熱くて重い声に耐えきれなかったゴジブルくんはアーツをもらってしまうということですね。でここはなぜか予約でアーツを打ってきたので、もちろんカワチェンしました。ベジータの特殊からここで単発に釣られちゃうんですけど、なんとか通常で抑えて、でこの必殺は場にもないし待機も回ってないんで仕方がなく受けます。でここウルカイにライジング直当て狙ってるんですが、マジで注目、前ダッシュからの回避読みライジング、もうお相手天才です。実際にリアルタイムでやられた時の音声が残ってるんで聞こえづらいかもしれませんが流しますね。はやばすぎだろ。だいぶピキってますね。でここもなんか射撃避けれなくて、でメインまで普通につなげてくるかなって思ったんですけど、まさかの回避読み、もう相手メンタリスト大吾です。でここも実際の音声あるんでちょっと流しますね。勝ちやべえ、何してはい、もうがっつり殺す言っちゃってますね。でなんとかゴジブルくんが耐えてくれたのでメインですぐ回復して、ウルカイにライジングを直当てすると、ここでライジング読まれてたらレジェンズアンインストールしてましたが、なんとか通ってくれました。でもうこうなるとベジットゲーが始まって、相手もなんとか噛み合わせようとしますが、それもしっかりケアして勝ちと。今シーズンはレート3週間ということでまだ3日ほどありますが、皆さんラストスパート頑張りましょう。では